わっさっ、やぴまるです。はい、ということで今日はですね、15章チャレンジが来ていたので、そちらをねクリアしてきたので、おすすめのキャラクター、まあ、自分が使ったねおすすめのキャラクターを紹介していきたいと思います。まあ、ちょっと編集ね急ぎであんまできてないと思うんですけども、ぜひとも最後まで見ていってください。じゃあやっていきましょう。チャンネル登録と高評価、そしてクリエイターコードやぴまるよろしくお願いします。いきますよ、レッツゴー。はい、ということでまず最初はグランドカナル、おすすめのキャラクターはこちらダリルです。はい、まあ、ダリルのスタパはですねこちらの、鋼の盾、そしてガジェットがこちらタールバレルで、ギアはスピードとダメージですね。で必須のギアはスピードですね。どっちかっつったらスピードの方が大事です。でダリルの強いところは、ウルトが自動で溜まるのがまずポイント。で川を渡れるので押されてる時に巻き返しやすく、サイドの回りもしやすい。でタンクがね強いマップなので、こちらダリルはかなりおすすめです。はい、ということで次のおすすめキャラクターはカールですね。カールのスタパは正直どっちでもいいですね。まあ、僕は防護スピン使いました。で、ウルトをあんま使えないとか通常攻撃当てれないって方はこちらリキトを使ってください。でカールはですねこのガジェット空飛ぶフックが必須です。はい、ない人は、まあ、ダリルとか使った方がいいなっていう感じですね。で、ギアがスピードと、ダメージです。あ、スピードとビジョンかな？まあ、ビジョンの方があったらいいかなって感じします。はい。で、カールの強いポイントは、ガジェットで青い星を取りに行くことができるのが、これがね、めちゃくちゃ強い。序盤が有利に立ち回れる。あとは、貫通攻撃なので、ラスとか、ミスター P などの、単体攻撃に強いキャラクターに強いです、かなり。あとは戦闘中や戦闘後の敵に、ウルトを使うとほぼ確実に倒せるので、そのタイミングを狙ってねウルトを使ってみてください。まあ、あとはガジェットでね、HP が低い敵に、詰めたりすると最高に強いです。結構動き回れるキャラクターがね、グランドカナルは強いイメージがありますね。はい、じゃあ次のキャラクターいきましょう。はい、ということで次はエムズですね。エムズはまあスタパガジェットもどっちでもいいね。ああ、どっちでもよくないか。スタパはこの元気注入を僕を使ってます。だけどタンクがやっぱ多かったりすると、あの因果応報の方が強かったりするんで、どっちでもいいかなって感じですね。でガジェットはこのフレンドゾーン、こっちのが強い、てかこっちじゃないとダメ。うん、まあでもなくてもエムズもね結構使えたりするのでおすすめですね。でギアは、スピードビジョンで、どっちかって言ったらスピードの方があった方がいいなっていうイメージがあります。ジェームズの強い、ところはタンクがね多いこのグランドカナルで、タンクが来るとマジで刺さります。でタンクが来なかったとしてもこいつ貫通攻撃なので、さっきも言ったミスター P とかラフス、あとイブとかのね赤ちゃんとかに対して、だから単体攻撃に強いキャラクターにかなり強いです。であとは壁越しのウルトをね使って敵をね鈍速にして、まあ、足を遅くして味方からのね横からの介入を、してもらう戦術がめっちゃ強いです。まあ、あとはこのガジェットが優秀っていう感じですね。はい、まあ、この3つのどれか使うとかなりいいのかなって思います。はい、ということで次のステージが狭き門ですね。狭き門のおすすめのキャラクター1つ目クロウ。クロウのスタパは猛毒、そしてこのスローダウンポイズンですね、ガジェット。まあ、クロウも正直ガジェットとスタパない人でも全然使えます。で、おすすめのギアがこのスローダウンポイズンと、あ、間違えた、スーパーポイズンとスピードで、おすすめというか優先はスピードの方が、強いかなって思います。ビジョンはね尽きなくても毒があるので中見えるっていう感じですね。はい、じゃあクロウの強いところ、狭き門は真ん中を制するものが、強いというか、かつこのマップでかなりね強いんですよ。なので押されている場面とかでも毒をつけることで位置も分かる。そしてガジェットで鈍速にすることによって味方との連携が可能。まあ、シュートをね、ガジェットを使って味方に入れてもらったりとか、ガジェットを使って、味方が攻撃してくれたりとか、そういう連携がかなり強いです。ただ、ちょっと火力が足んない場面があるので、タンク3体とか来ると味方もね、火力が足んない、例えばストゥーだったりとか、ストゥーとかスクイーク、この3体とかでね、編成してるとちょっときついかなって思ったりします。はい、じゃあ2つ目の、キャラクター、おすすめキャラクターはジャネットですね。ジャネットはスタパー発生練習と、
このガジェット、低音スピーカー、このガジェットは必須です。ない人はクローの方が全然いいって感じですね。で、ギアはスピードビジョン。で、スピードの方が、おすすめかな。いやー、まあビジョン、どっちもどっちっすね。マジどっちもどっちって感じなんで、まあ好みって感じですね。はい。ジャネットの強いところ。はい。じゃあまず、範囲攻撃で長射程。これだけでまず強いですね。だから、クローとかマックス、が真ん中結構来るんですけど、そのキャラに対して強気で戦えるところがポイントで、ガジェットがね広範囲なので索敵とあと回復阻害ができちゃうのがめっちゃ強いですね。はい、味方の方にもねガジェットがね行ったりするんで、あと真ん中の索敵がかなり強いですね。はい、あとは HP が高い相手にはちょっと苦戦するので引き気味で戦うのがおすすめで、ウルトは基本使わない形で、特にね守りの時は使ってしまうとほぼ2対3になるので不利になってしまうんですよ。なので攻めてる時に使うとかなり良きって感じですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ということで3つ目のキャラクターはポコですね。ポコの、ガジェットとスタパーどっちも強いです。この癒しのなんちゃらってやつは、まあ味方をね5秒間、毎秒400回復してくれるので、このガジェットを使いながら攻めたりするとまず強い。でこっち、守りのメロディー、こっちはですねクローとかの状態異常から味方をね、回復させてあげるガジェットなので、これもめっちゃ強いですね。正直どっちでもいいかなって感じします。でスタパもマジでどっちでもよしって感じですね。まあ、基本むせびなくギターの方が割と使いやすかったりするんですけど、こっちのダカーポを使ってあげるのもよし。まあ、ちょっとこの説明は後からしますね。でギアはスピードとダメージかな。まあ、ビジョンでもいいけど、でもスピードが優先って感じですね。はい、じゃあポコの強いところ説明します。はい、じゃ狭き門は、ポコは真ん中取るのに最適なので、かなり狭き門との相性がいい。で HP が高いので多少無理してでも詰めれるし、通常攻撃は広いのでエイムをしなくても当てれます。それがまず使いやすいって感じですね。で、スタパーむせびを使う人は、ウルトにダメージが入るので敵と味方に当てるようにウルトを打つとかなり良し。で1000ダメージ入るので敵が1000以下の時に撃つと一気に倒せたりするので、これがめちゃくちゃ強いです。でそして次ダカーポを使う人は、味方にタンクがいるとかなり強いんですけど、いなくても他の味方の延命をできるので、ウルトが溜まったら強いキャラに積極的に、このスタパでね回復を入れていくといい感じに立ち回れると思う。例えばニタとかね、ニタとか結構多かったりするんですけど、ニタとか詰めないとウルトがたまんないですけど、そのニタに対してね、ダカーポで回復上げてあげるといいとか、そんな感じです。はい。はい、ということで次の、ステージがゴツゴツ行動。ゴツゴツ行動のおすすめキャラ、1つ目、リコ。まあ、これはマジで好み。俺はめっちゃ好きというか、めっちゃ強いと思ってます。特にマルチ系のね、ところは。で、スタパがロボ流対局。で、ガジェットはバウンシングヒール。なんですけど、正直なくてもまあギリ強いかなって感じします。でギアはスピードとビジョンなんですけど、ビジョンの方があったらいいかなって感じで、スピードのとここのハイパーレアギアのねスピードリロードにしても全然いいかなって感じです。はい、じゃあ強いところいきます。リコはですねシンプルに昔から強いので使いやすい。パワーリーグだとメタられやすいが、マルチ形式だと結構刺さる。まあ、だからこういうチャレンジャーね、マルチ形式なので、フレンドバトル形式っていうのかな。はい、だからかなりね刺さったりします。あと壊れない壁が最近できたので、ちょっとね強くなりましたリコが。で、使い方としてはなるべく反射をねさせて敵を撃つ。で上がりすぎちゃうとやられやすいので、上がるときは敵の位置とか味方の位置を把握してから上がることはいいと思います。まあ、上がるといいおすすめって感じですね。で、あとウルト打つときはね、なるべくなんかウルトは最悪反射させなくてもいいかなって感じします。結構確実に敵を持ってけたりするんで、全体的に当たると。なので敵がね逃げ込んだりしてるとこに向かってウルト打ったりとか、不意打ちが強いですかなり。はい、ということで次のキャラクター、スパイク結構強いです。スタパはカーブシュート、そしてガジェットはライフプラント。まあどっちでもいけちゃうけど、この2つのが強い。なくてもいける。で、ギアはビジョンとこのスティッキースパイク、これが強いです。どっちもあると強いんですけど、ゴツゴツコードはビジョンの方が優先かなって感じです。はい、
スパイクのじゃあ強いところは割とどのキャラにも対応できたりします。ゴツゴツコードはたまにねローサとかアッシュとかのタンクキャラ、あとスパイクじゃなくてなっけモーティスね、モーティスとかがいるので火力が出るスパイクはそのキャラにかなり刺さります。はい、まあ、モーティスはちょっとね対応が難しかったりするんですけど、タンクに対してはかなり強い。ただ、草とかが壊せないから、あのローサの草生やすやつとかあるじゃないですか、ああいうの壊せないから慎重に一発ずつ投げてビジョンを使ってね倒していくとかなりいいと思います。はい、ということで3体目アッシュですね。アッシュは綺麗好きのスタッパー、そしてガジェットは鎮痛剤、これがいいと思います。で、スタッパーは間違えた、ギアはスピードビジョン、これね実はビジョンなんですよここ、はい。で、あスピードビジョンじゃない、あそうそうそう、スピードビジョンです。で、まあスピードの方があったらいいかなって感じですね。おすすめとか優先は。はい、じゃあ、アッシュの強いとこ行きます。タンクが割と強いマップなので、タンクが得意な人は、おすすめします。で、アッシュは一発目を入れることで大体のキャラに勝てるので、必ず一発目の攻撃を当てるように意識しましょう。で、相手陣地の草に入ると強いので、最初は引き気味で一人倒したら草に入って、味方がエメラルド回収できる時間を稼ぐ。だからなるべく死なないようにね動いたりするとかなりいいと思います。はい、ということで次のマップがベルの岩ですね。ベルの岩、おすすめキャラ一つ目はファング。スタパはマジでどっちでもいいです。マジ好み。俺はボーナススニーカーが楽しいから、使ってます。で、ガジェットは絶対この回し蹴りが強いですね。まあ、正直ファングどっちもなくてもいけちゃったりします。ギアとスタパとガジェットがなくても割といけたりします。で、ギアがダメージとヒールで、おすすめというか優先はダメージですね。はい、じゃあファングの強いところ、ベルの岩は長射程と投げが多いマップなので、そのキャラを使うのが一番ベターなんですが、怖いのがカールとかこのファングなどのなんかロー HP に強いキャラ、一気に詰めてこう来ちゃうキャラとか、そこら辺がねちょっと怖いというか、大体ね逆転要素になってしまうので、だったらこっちが使えばいいんじゃないかっていうバランスが取れるでしょうっていう作戦ですね。あとはこのねやっぱファング逆転要素が強いの高いので、使うとかなり、ね、味方が死んじゃったりしても、なんつキャリーっていうの逆転できるみたいな感じです。はい、でファングは通常攻撃がちょっと射程が長いので、それでウルトを貯めつつ、溜まったら味方が削った敵もしくは相手がカバーできない位置で一人でねポツンっている敵に対してウルトを使って倒しに行くがいいと思います。まああとは一発で倒せない場合や何かしらで阻害されそうな時、まあ、例えばジーンのガジェットで詰めたらガジェット使われて弾かれる時とかはすぐにね、ウルト使ったらガジェット使って殴ってみたいな感じで倒すといいと思います。はい、ということで2体目はグレイですね。グレイはスタパが、ワープマジック、ガジェットがウォーキングステッキで、ウォーキングステッキ必須ですね。なかったらグレイじゃない方がいいなって感じします。で、ギアはダメージヒール、ダメージが優先。じゃあグレイの強いところ、下方はされたんですけど、一人で戦う性能はね変わらず強いです。はい、自分より射程が長い敵には基本的にいけないんですけど、投げとかね、見れるのでそいつらに詰めたりとか、あとファングに対してもね最初は見れたりします。はい、でそこでね詰めて投げに対してはねガジェット使って引いて倒す。あとは通常攻撃はね前1800だったんですけど1740に実はなってて、その1740以下の、キャラはワンパンできるので貫通を生かしてね、ガジェットで、倒すっていうのもかなり強いです。でウルトは、ロー HP の敵、介入されて味方がダメージを稼いでる敵に対してウルトを使って倒していく、もしくは、3発以内で倒せるキャラに、ウルトを使って詰めるといいと思います。はい、ということで3体目はガスですね。ガスはこのスタパはスピリットアニマルで、ガジェットはこのゴーストクラッカーがおすすめ。まあなくても平気かなって感じですね。最悪ねあったら絶対強いけど。で、ギアはヒールとダメージで、ヒールがおすすめですね。とりあえず射程がね長くてここでは扱いやすいのがガス
でウルトを使って自分のね防御を上げることができるので、前線をそれで張ったりとか壁裏に張り付いてとか、死にそうな時に使うと強いですね。やっぱノックアウトは死なないようにするのが一番なので、マジで死にそうな時にウルトを使ったりとかすると、ガスね結構強いです。でスタパのスピリットアニマルで、ウルト使用時使用した時に攻撃力もね一緒に上がるので、ウルトを使って詰めて倒しに行くこともできます。であと味方につけたらかなり強いんですが、外す可能性がねやっぱあるので、遠すぎる場合は自分につけると安定するかなって思います。外すとねウルトもったいないんでね。で、3発目に出てくるゴーストを破裂させるガジェットで確定キルを狙うのも強い。はい、ということで次は炎のリングですね。炎のリングおすすめはメグですね。メグは、スタパがこちら相棒のカゴ、ガジェットが急速チャージで、ギアがスピードビジョンで、まあどっちもどっちだね。本当にビジョンいらないなって人はスピードだけでもいいかなって感じで、逆にビジョンない人はダメージでもいいのかなって感じはしますね。はい、じゃあ強いところ、ロボットになった時の前線の上げ具合がやばいで、シンプルに強いのでおすすめ。あとはロボットがね終わってからのこのスタパのシールドでかなりね相手からしたら厄介なので、無理やりウルトを食べに行っても大丈夫なぐらい頑丈ですこのシールドが。であとウルトを貯めたらまた同じことの繰り返しですね。でミッドでやってたんですけど、やっぱちょっとこの進化する前が難しいというか、はい、エイムがやっぱ悪かったりするとウルトがたまんないんで、サイドから行ってウルトを貯めて、その壁に張り付くのが多分一番強いと思うんでね。真ん中じゃない、メグはちょっとサイド寄りかなって感じ。横からでもいいし、真ん中からウルト貯めたりでもいいし、はい、それがねメグは強いのかなって思いました。じゃあ次、はい、ということで次はベルですね。ベルは、スタッパがフレーミング、ガジェットがビリビリトラップ、スピードギアとビジョンがおすすめ。まあビジョンがおすすめかな、うん、って感じです。強いところ、長射程で当てると近くの敵に連鎖するので円の中にね敵が複数居づらくなります。これがねめっちゃ強いです。連鎖する、これがマジで強いで、さらにウルトでですねダメージが増加するので、体力の高い敵につけられたらだいぶ強い。だ例えばタンクだったりとか、あとここだとファングも結構いたりするので、ファングにつけたりするとかなりね有効かなって思います。あとは円を取れたらその円にガジェットを置いて、次ね押された時にそのね敵が円に入った時にね、相手が踏むんですよそのガジェットで、スローダウンしたらそこをね、もうスローダウン中に、まあ、みんなでボコボコにすることが可能と。かなりねベルが俺は強いかなって思いました。あとはねパムがなんだかんだ多かったので結構刺さると思います。はい、まあ、メグが苦手だったらベルの方がいいかなって感じします。はい、ということで最後ね B を使ったんですけど、 B ねなんかちょっと難しかったですね。 HP が低かったりして結構やられやすかったりとか、まあギリギリ勝ったんですけど、やっぱね相手もかなり最後の方強かったりしてたので、ちょっとね対面負けとかしちゃいました。まあ火力があるのでかなり強いと思うんですけど、まあ B 真ん中じゃなかったらベルの方が B よりおすすめかなみたいな感じですかね。あとは使える人はマックスとかも結構強いと思います。はい、ということで以上でね、一応自分が使ったおすすめキャラクターを紹介しました。基本ミッド寄りだった気がするんですけど、まあ、他のキャラも正直ねめっちゃ紹介したかったんですけど、なんかやっぱ使ってないとねイメージ多分みんな湧かないと思うので、なんかうんって感じです。もっといます、もっと使えるキャラいるんですけど、僕はこのキャラで戦いましたよっていう感じの、動画でした。じゃあよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。終わります。皆さんそれではバイ。It's all about humanity.